パトリック・エリアーシュは、チェコ、ドシェビーチ出身のアイスホッケー選手。2006年のトリノオリンピックアイスホッケー競技で、銅メダルを獲得したチェコ代表チームのメンバーで、NHL のニュージャージーデビルスに所属している。ポジションは、レフトウィング。身長185センチメートル。ニックネームは、エリ、パティ、セントパトリックなど、パトリック・エリアーシュとも表記する。 1994年のドラフトでニュージャージーデビルスに指名されて以来翌年から同チームに所属。1999年から2002年にかけエリアーシュとジェイソン・アーノとペトル・シコラの作る A ラインは高い得点力を誇り2000年のデビルスのスタンレーカップ優勝に大きく貢献した。2001年には上サキックと共に NHL プラス マイナス賞を受賞した。2004年から2005年の NHL ロックアウトの際にはチェコ及びロシアでプレーした。2006年ニュージャージーデビルスのチーム史上ヨーロッパ出身者としては初めてキャプテンとなった。冬季オリンピックには2002年ソルトレイクシティオリンピックと2006年トリノオリンピックに出場トリノでは銅メダルを獲得した。ありがとうございます。